でいきましょうか。デコトラ伝説前回も7筋なんだ、1回負けたけど、リベンジ戦でなんとか勝ちました。リベンジですかな、勝いっぱいみたいな感じでね、敵にはで所持金が全然食えません。最初の戦ったら1600くらいもらったのに、今回1000しかもらえませんでした。で、書いた部分はね、マフラーです。うるさかったんで、結構低い音でね、うなるようなやつにしました。マシとかでもさ、なんかビンデ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 ンみたいなさ、うるさいじゃないですか、もっと低い音でね、静かにね、グーみたいなのが僕は好きなんですけどね。はい、そういう音になればいいかなと思ってます。さて、配膳運ぶの？わかりました。はい、出発だ。さっき返せたんだよね、男なんて出直してきな、男なんですけどね。お、お前のトラックが分かった、ブルタップした方がいいよみたいなこと言ってくれた人が勝負してくれるみたいですね。東北行こうか。ちっちゃいな、あのトラックね。結構お、昼間だ、運転しやすそう。あ、ちっちゃいけどなんか横に張り出てますね、あの車ね。よっしゃ、ちょっと来てなかったかな、運転が。まあいいや。あ、昼間と運転しやすいな。ちっちすごいくだらないこと言いますけど、こういう高速レーンって右が一番速くて、だから右は追い越しじゃないですか。追い越し用の車線で、真ん中と左だったら左の方が遅くなっちゃいますか。普通に左から埋めたりしてるからね、あの一般車もいいのかな。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。うわ、ちょっと待って、これ抜きどころがない。やば。よし、負けてもいいけどさ、間に合わないのが一番辛いっすよね。てか、こんなにすぐらしてさ、間に合わないっておかしいだろ。よく考えたら。間に合わないでしょうか、制限時間が。さあ、いけるか、間に合うか。ギリギリだな。でも1000しかもらえないのか。じゃあ車いじるか。またさあ、どこいじろうかな。今回はだんだんなってきたね。さてと、ペイント行くかな。電気とかどうなんだろう。色変更できるんだ。何色がいいかな。白だよな。白く光るのがかっこいいよな、個人的には。うん、よし、白いこう。夜は先行ボタン。
あ、かっこいい。俺こういうの好き。あ、青もいいね。うわ、あ、白だね。右行こう、右行こう。こんな片方だけちょっときついから。上行こうか。あ、上はやったか。黄色か。じゃあ食出るか。え、っていうので今回はこれぐらい前ですね。また次回やってみようと思います。勝てんのかな、これで本当に。